じゃ気分。だからやっぱ自分唐辛子って意味なんだから唐辛子を上げた方がいいんですかね、やっぱり。当たり前じゃないですか。そうですよね、唐辛子をどんどん食って。なんで唐辛子なのかなっていうところあるから。そうですよね。唐辛子朝から食いまくります。食いまくってください。甲子園見に食いに終わりました。今聞きました。唐辛子あげまくるぜ。でそれどっちにした方がいいですか、そのリアクションは。だからあれですよ、全然余裕だっていう方がいい。お菓子を食べるようにこう尖るじゃん。そういえば僕ら見てみて、つまみありますね。甲子園食ってる時に尖るし、旅行行った時に尖るし。甲子園見てみて、ありがとうございます。あ、そうか、あ、そうかってこともない。自分で納得してる。うまいなぁ。自分ローソンのおにぎりを食うのが好きなんですよ。で、それをフェイスブックにアップしたんですよ、昨日。本当言ってましたね。あー、うん、見てくれました。ーローソンのおにぎりを沖縄行ってまでアピールしてるから。そうですよね、そうですよね。そうですよ、だからそれみたいなもんで、ローソンじゃなくて唐辛子を食った方がいいんですかね。唐辛子 TV って。唐辛子をローソンのおにぎり入れちゃったり。あー、なるほど。そしたらローソンの人も怒るし。怒る。そうそうそう、みんなの多分なんかやってたこいつみたいな感じになるから一番多分キャラが立つと思う。かそうそう、そういうふうにやる。ちょっと今安牌に行き過ぎですよね、自分ね。そう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 、うちら、そうですよね、頑張ってますよね。自分、あの富士山の時にどこまで短くしていいのか分かんなかったんですよ。コメントあって面白いなって部分はあるんですよね、使った方がいい。ああ、だから、あれでしょ、何分にしたらいい。そうです、本当は5、いやいやいや、でもあれは3分は使った方がいいと思う。そうですよね。だってなんか面白いんですよ。いやいやいや、うん、だそのリアルタイムも面白いし、会話が面白いんだから、3分まで使ってた。あ、なんかちょっと でもそこは3分いってもいいです。3分ぶっちゃけ1分再生されれば見てくれる人は3分でいいからっていう狙いでいいです。3分です。